こんにちは、小林幸子です。小林幸子は YouTuber なんですけどね本当にどうしちゃったんでしょう。納豆大好きだからそうなの。だからご飯でこうかけてもちろん美味しいんだけど、でももうずいぶん昔からトーストに乗っけて食べたんです。すごい好きなの。みんなしないの？納豆トーストって実はやったことなくて。あれやだ。なのでちょっと幸子さんに今日、はい、幸子さんがいつも作る納豆トーストをここで作っていただきたいな。いやーだからそなんだけど、でもはっきり言いますけど全然何映えないよ。映えなかった時は納豆1時間かけましょう。それやだ、それもうやったやった終わった。じゃあ早速ちょっと納豆トーストを作っていただけますか。まずですね、パンですね。パンにこれがね、これがね、キアラブキ食べてるやつ。ごめん、本来は岩のり作るつもりだったのがなかったからこれにしたってだけ。これでも美味しかったのなかなか。でも私本当はいつもこの岩のりをつけてます。それはなんか新潟がなんかで刺しますか。いや、桃屋かなどこでもどこでも大丈夫です、はい。それでちょっとね、これね、刻みわさびなのよ。ちょっとこれを取り寄せてんだ、わさびですか。あのね、私納豆って言ったらみんなからし、練りがしないの。こっちが好きなの私。それにこの納豆、これじゃないとダメなの。それじゃないと。それはもう3パック87円。7円ぐらい。その納豆多いですよね。うちもそんなそうです。あ、そう。こんな話が合うの。そうです。じゃあ早速、はい、お料理の方に行きましょう。お料理だった。塗るだけ。これなかなかこれ買う。そうですね。そうそうそう。これを温めたのよ。ちょっとだけやっていきましょう。そうだ、そうだ、レンジですいませんね。これごと言っていいですか。言ってください。その方が本当はいいんだよ。ごめんなさい。ね、全然効果ない。ピッと。一瞬できる。そう。このチームピュッと。入れたらチン。チンしたら小鼻したら。あ、そうか、小鼻した。そこがメインなんです。いやー、寒いね。いやいや、実に寒いございまして。寒いと言ったら、まあ、本当に北極の熊。寒いです。なんか面白い話ありましたか。北極の熊。頭面白いけど、面白い。面白い。終わったよ。面白い。やだ。面白い。やだ。私、すっごい。すごい、何十年も前に聞いた話、今ここでした。バター温めましたね。はい、温めましたよ。はい、あー、もうそれも美味しいな。これだけで美味しい、そうだね。まずはパンにバターを。そうなの。そしてバターを塗り終わったら、オーブンは。ちょっとね、ちょっとだけ、ちょっとだけ。あ、ちょっと。今200度オフになりました。オフになった。ちょっと待って何これ。切りましたよ。何した最初焼いてからねバター塗ってもいいんですけどね。どっちでもいいんだろう。それ一番早かったんじゃないですか。私ね今気がついてそっちの方が早かったね。焼いてバター塗れば。焼いてバター塗ればすぐ塗れる。溶けるから。してんだろうね私。ほんと小話してるから小話してるから小話幸子。どうもすいません。でもね、あのね、納豆を焼きたくはないの、私。ああ、そういう、焼くんだと思ってました。あ、焼かないの。のっけて焼くんだ。ああ、焼かないの。それは焼き派です。焼き派。じゃあ、幸子さん、最初からパン焼いておけばよかったじゃないですか。そんなみんなで作る。ちょっと間違えただけなんじゃないですか。どっちでもいいじゃん、そんなこと。さあ、パンが焼けました。はい、パンが焼けましたら、今度。おお。岩のりと納豆ですか。いいのよこれが。これがいいの。そこにね。はい。これだ。わさび。わさび。ちょっとよ。結構ですよ。うん、結構入ってる。それがね、これで消えるのよ。それを。
まあ、これね、タレをね、使ってもいいんですよ、これ。おほら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 ね、映えないでしょ、色はね、ね。そうなの、はい、やっぱちょっと味の想像がつかないというか、ごめんなさい、はっきり言ってちょっと信用できないです。あなた、そういうこと言っちゃうわかった、全員一回食べてください。なんで一体、なんで一体今、何が想像したんですか。いやいや、これ切ろうか。まあまあ、食べてみないことにはわかんないですからね。正直に感想言います。はい、一個ずつ。じゃあ、すいません、ちっちゃいの、ちっちゃいのにな、はい、皆さん、皆さんどうぞ。はい、皆さんどうぞ。いただきます。さあ、さあ、みんなでせーのでいきましょう。はい、はい、はい、じゃあ、皆さんせーの、スタート。いただきます。いただきます。しか言わないね、みんな。おいしい。え、モルモチーズこれ。ほんと？今のり。うん、超合いな。ほらこれ。これは合いますね。これ合う。でしょ？うん。岩のりが効くでしょ？岩のりめちゃくちゃ美味しい。わさびもちょっと。わさび、わさびと岩のりもちょっと欲しいかも。わかんない。岩のりもっとたくさん、うん、それはもう、うんうん、わさびももっと、わさびもっと、わさびもっと、うるさいな、みんな。シェフ、シェフすいません、ちょっとわさびと岩のり追加されてるんですか。シェフ、シェフ、わさびおめでとう。わかりました、わかりました。ねね、これアイドルで、あっちゅーひーひーかわいかったです。なんで私がやるとみんなも笑う。かわいかったです。もう一回やったらね、かわいい、あっちなー江戸っ子です、江戸っ子です。あ、こっちとこっちにしてみる、半分ずつ岩塗りと。おー、いいですね。ね、キャラに聞いてますよ。いいですね、いいですね。ビールにも合う。はい、もういいよね、結構、結構来て、でもみんな、あとでうるさいんだもん、白い何枚だとか、なんとか少ねえだの、少ねえだの、大くしろだの、大くしろ、あれのせろ、あれのせろ、本当に、あれは違うとか。チーズ乗せてみませんか。ああ、いいですね。これさ、わさび入れてかき混ぜてから乗っければよかったかな。常に勉強ですね。常に。確かに。常に勉強っすね。私、あんまりそんなこと考えてなかったの。それで、あの、納豆、納豆一番大事。一番大事なやつ。納豆トーストだって言ってるじゃん。いくよ。はいはいはい。おし。おし。はい、完成。はい、どうぞ。では、さあ、まずはじゃあ、普通の。キャラぶきの方から焼いてみましょうか。はい、いただきます。どうぞ。うん、美味しい。あ、キャラぶきこれわさび正解ですよ、やっぱり。あ、そんな入れてよかったの。あ、ほんと、全然辛くないです。ほんと、なんだか嬉しいな、みんな食べたことがなかったの。あ、嬉しい。これはうまい。これはうまい。すいません、じゃあこちら、チーズのかかった岩のりバージョンいただきます。じゃあ私これ、はい、はい、あ、じゃあ僕この真ん中の偉いとこ、偉いね、偉いとこ。いただきます。いただきます。いただきます。チーズなくてもいいかもしれないですね。邪道だね、チーズ入れました。うん、うん、ちょっとチーズなしがいい。なしがいいね。さすがごめんなさい、謝ります。何、あの、疑ってすいませんでした。疑ってたんだ。本当に美味しかったです。美味しかった。そうだ、みんなも食べてたから、みんな食べたことがないって言うから美味しくないんだ。美味しかった。次、またあの納豆トーストに合う具材ちょっと考えてくださいよ。納豆…考えてくださいよ。委ねた。そう、委ねた。このまま丸投げ。みんな、考えて、教えて。というわけで今日は納豆トーストを皆様にお伝えいたしました。いや、本当に評判 どうなのかなと思ったら、みんなすごく美味しいって言ってた。こういう感じでございますけども、でも他にあの何を挟んだりなんかする美味しいか、皆さんのおすすめをぜひお待ちしています。教えてください。よろしくお願いします。高評価と
登録よろしくお願いします。納豆よー